ありがとうございます。ありがとうございます。石の巻マンゴーグラ出身マンションアバンギャルドと申します。お願いします。よろしくお願いします。いや安倍さん聞いてくださいよ。何でしょう。最近僕の親戚に子供が生まれまして、うん、こう絵本の読み聞かせをして、うん、こう寝つかせようとするんですけど、うん、なかなか寝ついてくれないんですよ。どんな感じで読み聞かせてんの。まあ、普通に昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいました。あダメだね。ダメだ。まず入りがつまんねえよ。そんなんじゃねえ。最近の子供寝かしつけっこできねえと思うよ。だから普通の昔話プラス石の巻の要素小泉入れてたもんね。絶対この寝かしつけっこできっと思うから。だから今日は俺が石の巻版の桃太郎聞かせつけっか。ご清聴ください。昔むがし、いきなしむがし、宮城県石巻市万石倉の柿むき場付近にツンツァンバンツァンがいました。結構ピンポイントなんだね。ある日ツンツァンは金華さんへ、まあ石巻ですからね、シルバー人材センターの仕事で不法投棄がないか見たいけど、しばかりがないんだね。まあ、確かに金華さんでね不法投棄の問題ありましたけども、バンツァンはいつものように万石浦湾という小汚ね海に洗濯したい。どこに行ってんだよお前。あんな小汚ねとこでやんの。すると遠くの方からどんぶらこっこどんぶらこっこでっけなでっけな鍵が流れてきました。あいいですね、石巻の名産ですからね。それと同時に大量のボラもやってきました。ボラも来たんだ。ボラ来ちゃったの。まあ、小汚ねえからねあそこ。その殻を家に持ち帰り殻を割ってみると、それはそれはプリッとした鍵が出てきました。いやただの柿かよお前。ただの柿？そいつはちょっと聞き捨てなわねえな。万石浦和で採れる柿は植物プランクトンが豊富だから最高の環境で養殖されている日本一の柿だからなおめえ。そういうことじゃないんだよな。男の子が出てこなきゃダメなの。あじゃあ殻を割ってみると、うん、それはそれは元気の男の子が出てきました。いい、ね、ボラ太郎となった。ボラ太郎だ。ボラに引っ張られすぎでしょそれ。ボラからの素敵な贈り物が見える。なんだよ贈り物って。ボラ太郎ってのが絶対いじめられるからさ。なんでやめんだよ。今からマンゴーぐらいの鬼ヶ島って言われてる。ライオン山に鬼退治さえ行く。いやライオン山に鬼いないから。ただ岩の形がライオンなだけだからそれ。なんか違うのが欲しいな。あじゃあ次は石の巻版の浦島太郎気が据えつけっから、うん、ご清聴ください、うん、昔生きなし昔宮城県石巻市マンゴーぐらいの笹の浜に浦島太郎という青年がいました。ボラ太郎の家の近所だねそれ、うん、ある日浦島太郎が砂浜を歩いていると人だかりを見つけました。どうやら亀をいじめているようです。これ亀っ子の亀山博士っ子の。いやそれ市長だよ亀山博士。ダメだよそういうの。俺やいつになったあの空港公営住宅が人減ってくんのよあれ。いじめじゃないって石巻市民のデモだからそれ。大変なんだよ彼だって。見かれた浦島はその亀山博士を逃がしをやりなさい、その亀山博士を私に譲っておくれと言い、マージンを手渡し追い払ってあげます。いやなんで金で解決してんだよ。市長の雰囲気悪くなるって。浦島さん浦島さん、この度は命を救っていただきありがとうございます。ではこちらのハガキに一筆お願いいたします。なんだいいでしょう。こうして亀山博士講演会に加わった浦島太郎。講演会の誘いが来たの今。浦島さん浦島さん、お礼に竜宮城へお連れいたしましょう。いいね。世にも珍しき覚醒器付きの白い紙に乗り竜宮城へ行くことになりました。いやそれ選挙カーでしょ。選挙カーじゃなくて普通は亀のね甲羅に乗って竜宮城へ行くんだから。竜宮城へ着くと浦島の目に映ったのは輝かしい光景。タコ、サメ、マンボウなどといった色とりどりの魚たち、そして美しい乙姫マリンちゃん。海物語だね。スーパー海物語。知らねえって。浦島太郎パチンコやんないから。軽快な音楽に合わせてくるくる踊る魚たち、ハンドルをひねると飛び出す死んじゃう。いや浦島やってんじゃん。結局パチンコ打ってるってそれ。キューンガーン明るく、キューンガーンクリーンに勝利時一、キューンバン石巻を変える大当たり。いやそれ市長のスローガンだから。亀山博士の市長のスローガンだからそれ。楽しむこと深夜11時、竜宮城を出るともうがっつり閉店時間までいたんだねそれ。浦島さん浦島さん、こちら旅のお土産にこちらの箱をお持ち帰りください。あこの展開は普通だね。投票箱でございます。投票箱なの。亀山市長何やってんだよあいつ。浦島さん浦島さん、じゃあすいません亀山市長、この旅はこういう場所にお招きいただきありがとうございます。ではこれからの石巻の復興発展の向け頑張ってくださいね。こうして石巻市民の絶大な支持を受け、石巻市長選に勝ち抜くことができた亀山博士でしたとさ。めでたしめでたし。いや違うって。何めでたしめでたしって。安倍さん石巻要素強すぎて浦島太郎でもなくなってるって。ちゃんとしたのでが欲しいの俺は。わかりました。じゃあこれを聞けばどの子供も寝かしつけることができるって言われてる最強の昔話教えましょう。お願いしますよ。昔昔いきなし昔、
オシカ半島の山々に囲まれた巨大な海がありました。やがてそこは塩田となり、そこを訪れた仙台藩第二代藩主伊達忠宗がその光景を見てこう言いました。ここを開拓すれば万石浦の米が取れる。万石浦と名付けられました。万石浦の昔話じゃねえかよ。提言しろ。どうもありがとうございました。